日本の皆様こんにちは。私はピパチャンジョンの社長チョンヨンです。皆様、甘いどんぐりコーヒーに対して聞いたことがありましょう。甘いどんぐりコーヒーは日本の南地方の山と公園にたくさん、育てる木ですけども、その木の実はどんぐりだから、そのどんぐりを焼いてコーヒーを作ることができる製品です。甘いどんぐりコーヒーはね、カフェインがないから、今世界的に飛行機の VIP お客様に遠いところに行くときサービスをする飲み物です。その甘いどんぐりコーヒーの味は一般的なコーヒーとは全然違うから、甘いどんぐりコーヒーを飲んだ人たちがみんな、おー、本当いいコーヒーですね、匂いもが本当いいですから、私はこのコーヒーは初めに飲みますと多い人たちが話します。今甘いどんぐりコーヒーは私が2015年に世界第一ジョグで7年間くらい世界観光を知ってある途中です。甘いどんぐりコーヒーにはね、カフェインがないからアルカリ性だから、それを飲むと年寄りが若い者に変える健康機能があるから、白い髪の毛が黒く変えるから、本当アルカリ性のコーヒーは体にいい健康機能をすることを発見しました。今も日本にも、もう世界的に甘いどんぐりコーヒーを研究しながら多い人たちが私にメールを送る途中ですけども、その私にいろいろ甘いどんぐりコーヒーの健康機能とカフェインがない機能と匂いがいい健康機能が早いから高いでしょう。そうするから多い人たちが驚いて私にメールを送る途中です。甘いどんぐりコーヒーに対してはね、歴史的に本に書いてある部分があるから、もう日本にも、もう全世界的に山の木を通して人間の食物を作る機能を探す人たちが多いから、その探す実が甘いどんぐりコーヒーです。甘いどんぐりコーヒーはコーヒーの他にパンを作る人が多いですけども、ビスケットとかパンとかミールを作ると本当いい健康食品ができるから、まあ、あと多い人たちが山に甘いどんぐりコーヒーの木を育てる人たちが多くでしょう。本当甘いどんぐりコーヒーは健康機能が高いから、皆さんよく甘いどんぐりコーヒーに対して勉強してください。甘いどんぐりコーヒーはお金です。大きいお金です。
今世界的に中段階の甘いどんぐりコーヒーの品物があるけど、安いのが2000円、その上が空段階があるからもっともう高い甘いどんぐりコーヒーのパウダーは5万5000円に買える本当いいコーヒーがあります。そのコーヒーは今、まあ、列車とか飛行機とか船の VIP お客様にサービスする飲み物だから、その5万5000円の甘いどんぐりのコーヒーのパウダーは本当いい健康機能と美味しい機能を持ってあるから、皆さんよく習って甘いどんぐりのコーヒーを利用して、多いお金をどうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。